い、皆さんおはようございます。今日はですね、前回野田市の方にカブトムシとクワガタを取りに行って売りに行こうっつって、で17匹捕獲したんですが、この男ミスターツトムに預けてたところ、カブトムシの9割が全員飛びました。ねえ、ダマさん。はい、そうなります。そして残り4匹残ったんでしたっけ。はい、朝見た時は4匹でした。で、そのうちの4匹はどうなりました。で、そのうちに4匹残って入ってたで、生き残ってたが2匹です。何よそんな何よそんなどやし、どやな感じで全滅させたようなもんじゃないですか。じゃあ、うん、何やってくれてんすか。本当にある隙間から、持ち手の隙間から脱獄してました。箱の、はい、持ち手の隙間から、はい、いなくなったと。はい、ということでね、ダーマスさん、はい、売りに行く動画、次は次回カブトムシと売りに行くなんつって動画作っちゃって、はいはい、カブトムシがいねえんじゃ話になんねえかな。分かったねえ、今日ちょっと頑丈な番外編ってことでね、はい、これ一応ほら仕掛けのやつも持ってきてくれたんですね。はい、一応今回番外編ってことでよろしくどうぞ。はいはい、現場着です。はい、ペットボトルで、あのあれ、ペットボトルをなんと忘れてしまったので、とりあえずこのダマさん、段ボール、これ持って、一回様子見に行きましょう。わかりました。で、その後この、これ、はい、これであれしましょうか。そうしましょう。よし、行ってみましょう。はい。どうぞ、ダマさんの方。戦闘というのは、こういう森の中の戦闘というのは大変危険なものなんですよ。隊長がね、やられるんで、隊長がいないとやっぱりこういうところは、なんでかっていうとね、クモのネストとか、そういう危険な蜂だったり、一番最初はやられる隊長だからそう、そういうのはだから隊長が周りを見て俺ら部下を引っ張っててくんないと。あ、そこなんかガがいっぱい飛んでません？樹液出てんじゃない？樹液出てんのかな。やっぱ虫の野郎どもが集まってるところは樹液出てますよね。前回はやらなかったこの葉っぱ、葉っぱをこうどかしていくっていう作業も今回は、なんか俺も YouTube であの後にいろいろ見たんですけど、はい、結構やっぱ葉っぱをガーッと掘って、はい、取ってる人たちいましたね、うん、俺らそれやんなかったのは結構でかい。うん、でかい。ダマさん、はい、前回の激アツゾーン、はい、前回星がいっぱいいた激アツゾーンにガサを入れたいと思います。はい、お、今日は星がいないっすね。前回ここにね、うん、あいつら身を潜めやがったな。前回俺らが来たから確かにちょっとあれっすね、しんどいかもしれないですけど、一回下かな、下に降りてもらってあいつらのアジトに潜入したいと思います。じゃあ隊長お願いします。そこ結構じゃあ樹液出てるんですよね、うん、この木だけ出てる。なんかすごいな雲のネストっすか。半端な感じさっき俺すげえ光らせてんだよ肝心の星の姿は見えないっすか。ゼロです。あいつら俺らの気配察知したか、うん、こっちはちょこっと対戦するんですよ、壁の部分
あれ俺今カナヘビ見たんだよな。どこ行った？あ、いた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 。ほらほらほら、こいつ噛んだりしないですよね、カナヘビって。よっしゃ、あ、前回潜らね、土を掘るってことしなかったですけど、あ、ここドングゼットがすごいっすね。ほら、あ、ドングゼットがご覧いただけるでしょうかね。土を掘ってみたらドングゼットが結構出てきました。あ、星の遺体です。うわ、逃げられた。マクラーレン巻かれたわ。このね、裏にね、ガが飛んでるんですよ。ガが飛んでるってことは多分樹液とか、てかこうカナヘビ超いますね。いる？あ、ほら、あっちにもいるカナヘビ。ほら、ほら、ダマさん、でっけえ。しかもここのカナヘビ、ほら、ほら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 、うわ、ハイエ。マクラーレン、カブトムシとかクワガタを探す一番の近道って、はい、他の昆虫探すことになったんですよ。他の昆虫探すことなんですよ。うん、やつらが、他の昆虫どもがいるところにやっぱやつらは集まるから。って YouTube で言ってました。カナヘビの楽園っぽいっす。すげえです。半端ない数いる。星ですか？これ死んでるか？寝てんのか？寝たふりかましてんのか？早速1名。子供、あ、奥にいる、ダマさん、ほら、出てきた。ほらほら。あ、これは生きてるね。こいつはちょっと。あ、ボツ。おう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 。よいしょ。1名確保。いいな、確保。あ、幼虫出てきてる。どっから？あー、違う。え？なんか変な虫。なんでこれ？なんじゃこりゃ。触るとやばそうだから、やめて。触るとやばそうですか？うん。振りじゃないですか、それ。触れってことじゃないですか。おお、ここいますね。今1名確保しました。クワガタのメスですね。はい。ちょっとダムさん、箱あっちになっちゃったから。ここ、これまた殺到しちゃう。とりあえずここに入れていきましょうか。また。そしてサイズがさ、うん、ベビーっていうか子供サイズだから、うん、もしかしたらあいつら世代交代始めてますね。うん。かもしれない。大人たちはもう身を潜め、うん、子供たちに代を譲ったみたいな雰囲気出てますね。うん、こういうとこにいるイメージなんだよな、俺。幼虫取れるよ。幼虫か。俺も行きますんで。うわ、ジブリ。でもさ、一応ダメ元、うん、この木も一回、前回みたいに同様、蹴ってみましょうか、軽く。はい。もしかしたらありますからね。あいつらね、ちょっとした振動で落下してくる可能性十分ありますから、うん、ダメか。真正面にそびえる、あのウッドが来るっぽいですけどね。俺は遠くから見れたぞ。ほら、あのシルエット、カブとかクワじゃないですか。ですか、この木の。ああ、ほんとだね。うん、どこどこ。あ、いた、でっかい、でっかい。じゃあ旦那さん確保しましょうか。はい、ちょっと待って。うわ、ここすげえ重い。ほら、竹とアサギね、うん、いたでしょ。まだ寝てないやつがいた。メスかい。オスだね。おっしゃ、確保1名。はい、寝床に帰んなかった、帰れなかったから。どれどれ。え、確保ですよ。うん。ちょっと待って。今、容疑者1名、確保。はせよ。
ててやったー。遠くから見えたんですよ、俺。シルエットが。シルエットすごいな。はい。よっしゃー。いや、でも今日こいつだけ嬉しいな。もしかしたら掘れば。布団の中にいるかもしれないですよ、あいつら。そう、なかなか取れないから必殺の裏技出すか、じゃあ。ビーチ。ここはね、あの蜘蛛のストラップあるんで、そっちから。おお、惜しい。うわ、ここだけ涼しい。うん。え、見た感じ、あのクヌーは見えないですか？これがいたのは？クヌーでした、やっぱ。あ、じゃあもう絶対杉にはつかないのか？絶対条件か。前回の激アツゾーンから林の中抜けてきたら、なんと一番の目的のポイントに抜けてこることができたんで、ちょっとじゃあこっち見ていきましょうか、はい、この辺はほらダーマスさん見てください、うん、杉じゃなくて全部がクヌーでしょ、うん、ここ全体的にクヌーのポイントなんですよ。いた1名ちょっと見てみてダーマスさん、これあ、落ちたぞ。今落下した、落下。1名落下。この辺に入ってます。自ら身を投げ、逃走を図りました。容疑者1名。どうですか？確保。どれ見せてください。あ、クワガタのメスですね。はい。あ、ダムさん、1匹出てる、出てる。うわ、お前やない。奴らの寝床が下ってことだったら、このウッドのここですわ。なんか割り箸があるな。誰か取り来たのかもね。誰か来てんだね。よし、じゃあダムさん、ここちょっと一回掘ってみてください。今取ってるんで。一目身を潜めてるやつ発見。ほら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 、本当だ。ちょっとじゃあそーっと寝込み、あ、手でこっちもいる多分。え、いや団子ずっとする、それ。あ、団子。あ、いるいる、起きてる起きてる。よし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 、よっしゃー。1名か、さらに1名確保。ケツだけ見えたんですよ今ね。え、俺寝たつもりだったんだけど。よし、おはよう逮捕です。おはよう。いたいた、行きました、いました、ダマさん、ここ。あ、しかも2体じゃない、これ。ほら、ここここ掘ったら出てきたね。あ、クワだ、クワクワ、クワのオス。オス。ちょっと確保してください。ちょっと俺もう財布の中に出ちゃおう。まだ持ってる、気持ち悪い。そいつ貴重ですからね。逃がさないでくださいね。うん、あ、これ木の間がある。あ、なんだこれ。違うか。あ、いた。いた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 。クワガタだ。あ、2体くっついてます、クワ。クワガタは全部こっちに出ちゃって。よいしょ、ほら、逃がさねえぞ。はい、確保。よいしょ。あっ、いました。あれ、これなんだ、カナか、うん、KB ですか。わかんない。おお、何これ。うわ、これなんだろう、分かんない。クワガタとか今一瞬持ったんですけど、あからさまにクワガタじゃなかったぞ。やめた。前回とかなんでいなかったんだろうね、うん、デコりましたね、あっちで、うん、あっち明るいから。ということでね、ダーマスさん、前回来たこの野田市のポイントなんですが、
前回撮れた激アツゾーンには星は一体もいませんでした。はい。でね、前回いなかった逆に、うん、逆に前回全然いなかった林道ゾーンにクワガタのあれが結構いたっすね、うん、ちっちゃいクワガタたちが。ということで、今から一回カブトムシトラップを作ってで仕掛けていきたいと思いますけど、ダーマスさん的には、はい、あっちの激アツゾーンを狙うか今回のこっち林道ゾーン。ただね、俺激アツゾーンでも夜だったら、うん、朝マズメとか夜だったら 100% いると思うんですよ、うん、だって一番樹液出てるのあそこじゃないですか。あ、でもあれ、うんね、こっちは出てないんだよね。そうなんですよ。ただ暗いから入れるっていう感じで、うん、よね。そうだね。うん。誰かがトラップ仕掛けてる。なんかいる？うん、死骸だけ。トラ？ハチだ。これ。ほら、ここの穴があって。トラップはあるけど蓋閉めてるから。ダーマさん今日網ないからね。あれ持ってるんですけど、多分バチ当たるから。ということでね。今回は前回に比べたらだいぶ少なかったっすか。まあ、取ることはできましたね、うん、あ、財布にも入ってるんでしたっけ。そう。お、今日はリッチですね。これ下手してこれ外来のクワガタかもしれない。え、どれですか。下手すると、え、このクワガタ何これ、うん、見たことないでしょ。はい、今回はねカブトムシトラップを3つ作ったんで、これを3つ3箇所ちょっと暑そうなとこに仕掛けていきたいと思います。行きました。じゃあ行きましょうか。そのこうやってあのなんだペットボトルでこうやって、うん、前回はね、ダマスさん、うん、ここにいたんですよ、うん、ここの木の下の方にいたんで、結構ここにじゃあバナナの皮行ってみましょうか。あ、そこ上にバナナの皮、うん、でこれちょっと、あれいたぞダーマスさん、ほらあそこ、ほら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 木の根元、そっちそっち、こっち、その木その木、あ、本当だ。じゃあ確保しやましょう。はい、いたよね、いるよね、うん、あーいるね、ここにもいるし、ラッキーが来た。ほらダーマスさん、ねえ、どこに入ろうかなんてしたとこ。ほらメンズがメンズ1名確保。こっちも確保。それメスじゃないですか。こっちはメスだね。じゃあオスメスでワンセット確保。うん、ラッキー。ああ待った、チビもいる。今手下がってる。ほら、あ、こいつ潜るな。寝床。ほら本当だ。これなんだ、カブト食われた。ダムさん、そこちょっと待って、これをポケットお願いします。やばい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 、いいさいいさ、オッケーオッケー、逃げ足の早い女だな。よし、お前らこれクワガタは財布に入るからいいんだけど。あ、喧嘩すんなこれ、やばいな。これダメだ。てかいるね、いましたね、うん、ここ寝たり一回掘って、はい、山本さん、はい、あのここに一人ね、一名ね、まだ俺らの存在に気づかずね、うん、寝てるやつがいるんで、はい、後で確保してやりますか。で、ダムさん、トラップを仕掛けたところを、はい、一応これで取ってもらって、どこに仕掛けたよって。で、新しくトラップを仕掛けたので、今日は一箇所いいっすね。で、二箇所目、あ、カブトムシ。で、もう一箇三箇所目になります。今ね、トラップ仕掛けてるんですよ、3箇所目で、あの仕掛けを、あ、あんま帰るか。あ、顔はね、あんま気にしてで、と仕掛けました。3箇所、うん、ここに今ね、1名いるんですよ。以上です、3箇所。甘いやついるのか、甘いやつは。バナナの皮は、バナナの皮いるのか、はい。